演舞開演。どうも、本日は神戸屋の大学芋でんちを食べたいと思います。表面が結構香ばしそうですね。ではいただきます。背がいい割にはカリッとしていそうに見えたのですが、していたのは端っこだけで、中のさつまいもの方は生地に染みてしまっているのか、しっとり、よく言えばしっとり、悪く言えばしんなりとした味風味になってしまっていました。さつまいもも少なく、大学芋練習と前面に押している割にはちょっといまいちな印象でしたね。もう少し香ばしいかさつまいもが多い方が良かったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。